もいろんなゲームのいろんな情報をお届けするにゃ。それじゃいつものコーナー行ってみにゃん。クイズネコマリオ Q。 今回のネコマリオ Q はスーパーマリオ 3D ワールドからの出題。それじゃ第1問。これはノコノコ。みんな知ってるよにゃ。ノコノコは一度踏みつけると甲羅が脱げるんだけど、ここで問題。ノコノコは甲羅を脱ぐとどんな格好をしている？ 1. T シャツ、 2. 裸、 3. 水着、 4. ランニング。正解は4のランニング。甲羅って意外と着心地いいのかしら。マリオに取られて必死で追いかけてるわよ。あー、かわいそう。この敵はパタテンテン。これから流れる映像の中に登場するパタテンテンの数を数えてみよう。マリオの色や動きに惑わされないでね。わかったかにゃ。それじゃあ答え合わせ。正解は50。くるくる回ってて数えられなかったにゃ。最後の問題はおなじみのドットルイージを探せ。映像の中にいるルイージを探してね。わかったかにゃ。わからなかった人のために答えをわかりやすくしてもう一回。左の方に注目ね。今度はわかったかにゃ。それじゃあ正解発表。正解はここ。ようこそクッパ軍団へ。お前たち久しぶりだな。どうだ、そろそろクッパ軍団に入りたくなっただろう。ん？まだだと？それでは今日はクッパ軍団が誇る無敵の団員たちを紹介しよう。まずはドッスンだ。見ろ、この硬そうで重そうな体。こいつの下敷きになったらマリオなんてひとたまりもないぞ。おい、マリオが登っているぞ。なぜ気づかん。次はキョロ兵だ。こいつは左右にキョロキョロ動いてマリオを通せんぼするぞ。こら、いつまで横に動いているのだ。もう通り過ぎているぞ。続いてはビューゴーだ。寒そうな息だろう。
こいつの吐く息に吹かれたらマリオなんかひとたまりもないぞ。今だ、今吹かないでいつ吹くの。最後は芋像だ。どうだ、巨大だろう。体の大きさを生かしてリフトに乗ったマリオを追い詰めるぞ。ああ、何自分から落っこちているんだ。どうだ我が無敵の団員たちは。お前もクッパ軍団に入りたくなったらクッパ城まで電話をしてくれ。クッパ軍団はいつでもお前の入団を待っているぞ。じゃあな。またクッパにコーナーを乗っ取られてしまったにゃ。クッパ軍団って意外とドジなのね。気を取り直して次のコーナー行ってみよう。マリオ博士への道。このコーナーはマリオのゲームについていろいろ調べてマリオ博士になっちゃおうっていうコーナーにゃ。今日はどんなことを調査するにゃ。今日の調査課題はマリオパーティーアイランドツアーのミニゲームについて。このゲームには80種類のミニゲームが入っているんだけど、その中からいろんなシチュエーションで使えるものを紹介するにゃ。どんなミニゲームをどんな時に使うのか楽しみにゃ。まずは友達とケーキを取り分けて一切れ余ってしまった。このケーキをどっちが食べられるか勝負だ。にゃーんって時に使える運で勝負するミニゲーム。選んで回してルーレット、最後まで残ると勝ちにゃ。ビーチでお宝集め、貝を選んで宝を集めるにゃ。選ぶな、ハックンフラワー。ハックンフラワーを選んじゃダメにゃ。これで喧嘩せずに解決できるにゃ。次は 50m 走でライバルとタイムが同じだった。にゃーんって時に使える速さを競うミニゲーム。ぴょんぴょんバッタレース、障害物を避けながらゴールを目指すにゃ。崖下りレース、途中にある木を飛び越えるにゃ。スリックカートレース、1位目指してコースを3周するにゃ。これでどっちが速いか決着がつくわね。明日は大事な試合でも、なんだか気合が入らないよ。にゃんって時に使える気合で勝負するミニゲーム。塗り塗りスケッチブック、とにかく塗りつぶすにゃ。大砲で飛び出せ、とにかく回すにゃ。連打でフィッシング、とにかく連打するにゃ。これで気合入りまくるよ。今日の調査報告は以上。本当にマリオパーティーはいろんな場面で活躍するのよね。今回も最後まで見てくれてニャンキューでした。嘘でしょ、今回もあっという間だったにゃ。次回も新作や話題作の情報をたっぷりお届けするからお楽しみに。それじゃあ再現。